皆さんこんにちは、近藤です。今日はメンズのジャケットをドレーピングでご紹介します。メンズの世界というのは基本的に昔から平面作図で行われていました。確かに男性と女性の体を比べれば男性の体は凹凸がないので平面作図というのは合理的ですね。でもこの平面作図に頼ることによって男性のファッションデザインに広がりができなかったのかと僕は思っています。未来のファッションというのは男性女性という性別に関わりなくもっともっと楽しくていろいろなバリエーションが必要なんじゃないかと思いますね。ということはドレーピングをパターンメイキングだけではなくてデザインにも使えるんじゃないかと思います。ぜひ皆さんもメンズのドレーピングに挑戦してみてください。それによって未来のファッションはとても面白いものになるんじゃないかなと思います。それではどうぞ。